ってます。ほぼ20年ぶりお話でしたけど、はい、具体的にはどんなイメージ持ってはるんですか？その時はね、ここはあの、ヘダイが多いとこ、多分ね、あ、割れた、多いとこで、その時は血の様子なかったと思う、まだ下手くそやったしね、うん、とまあ穏やかな釣り場で、時期によってはその中古型ヘダイが邪魔する時もあるでしょうけども、大体こう肩のええ血のが揃うとこっていうイメージかな。だいぶ入れ割れた感じですか？マーク超えてんなこれあ、まだ超えてないわ、もうちょっとや、だいぶ売れて割れたな。もしかしたらもうすでにボラとかが おるんかもしれへんし。あ、なるほど、うん、ちなみに何回握りました？中層にいた魚、これは、あ、首の振り方は体型やけどね、肩はちっちゃいわ。いい当たりでしたよ、中切りで。中切られか、分からんけどシャリコが番組を盛り上げてくれます。握り回数を一気に10回増やす。あ、ボラおるわ、これ。あれ、続いたけどな。力強くゴンゴンって2回立った、あの穂先動いたけど。団子が割れ、刺し絵が浮かないように竿先をコントロール。広がった煙幕が次第に落ち着いていく様子を描き、本命との間合いを測る。長い間合い。これはおかしいな、チャリチャリだ。下手底で捉えたあたりもチャリコであった。あれで飲んでんの、早く合わせたつもりやのに。発生は高そうである。ボラいないですか？いや、おると思う。今も、もう着底してすぐ割れた。ボラはもう産卵も終わって、あ、もう戻ってきてる。戻ってきてる、うん、やっぱし方程式になりうる要素ですか？そうやな、南部はだいたいボラ折れへんかったら良くないことが多いな。ここのパターン知らんので、うん、絶対おらなあかんっていうことなのか、おった方がいいけどおれへんかっても釣れるっていうことなのか。ボラの団子あたりによって広がる煙幕、本命にアピールしてくれるだけではなく、その巨体は餌取りを蹴散らし、チヌが入ってくる間合いを作る。これが山本の言う方程式だ。事前情報では大きなボラと小型のヘダイが多いと聞いていたのだが、誘い上げてからの落とし込みでヒット。間合いはかなり長い。何やろうね、これは。キジハタ、違うな、オオモンハタ。餌ずっと一緒ですよね。オキアミコーンやな、今。激荒に入ったコーンを抱き合わせながら、サナギのミンチをあんこに、オキアミをベースに徐々にステージを作り込んでいく。
釣れてる餌がオキアミコーンとかサナギやけどって言って言うてはったんで、まあまあだいたいそのボラに団子割ってもらってその後じっと置いといて餌取りが入ってくるかチヌが入ってくるかというとこちゃうかなと思うんだけど、ただ今のところそんな餌取りも活発に当たってくるわけでもなく、何より肝心のボラが薄い。あとは間合いですか？そうやな、まあオキアミコーンやとそんなに間が必要という餌でもないし、多分やね、多分割れてから、まあボラが割ったとしたら割れてから1分とか2分以内に食ってきてるんちゃうかなと思うんだけどね。オキアミ入れるとそんな長くは置いとかれへんから。午前10時30分、干潮潮止まりを前に魚の気配が消えた。マークを頼りに宙切り。これならどうだ。水深15あってもやっぱり浮くんですか。浮く浮く。浅い気がしてましたけど、ここはあの春って夏とかやったら宙切りで結構釣れると思う。あ、そうですか。マダイも先上で釣れたやろ、まあ、死ぬが浮いてもおかしないいう話。おかしないというか浮く、絶対に浮くっていうか、もともとは何べんも言うようにそこ放てる魚じゃないから聞き苦しいな、自分で思うわ。しかしこれも不発。次なる一手は、ちょっとロングインターバル取ってみるわ。小木さんをいつでも反応できるよう右手に集中、置き竿でどっしり構える。その船長が言ってるようにボラもボラが多いっていうんやったら、やっぱりボラが寄り出して団子をつつき始めてこう一つの節目かなという感じ。今日何枚ぐらい釣れますかね。もう晩秋と真冬の釣りのこうちょうど入れ替わりの時やから、まあだから2つ3つ釣れたらもう御の字ちゃうかな、時期的には。うん、場所が、場所だけにね、本当にやけど あわよくば50超えるようなやつが来たらもうほんまにこう理想のパターンやろうけど。勝負は午後からなのか。やっぱりあのこの時期なんで地合いの察知は必要やで、事前察知はな。それを怪しいかなっていうのは知ると知れへんとでは全然あの結果が違ってくると思う。だからもうほんまに些細なことでも見逃さず、ボラがおれへんな。先に現れるあたりだけじゃなくいうことですね。いろいろ、まあ例えば餌の残ってき方とかな、うん、取られていく速さとか、うん、ほんまに些細なこと、その全てにこうやっぱり情報はあるんで、地
試合はいつだ。竿先との会話を続ける。なんだこれ、おじさんや、おじさん、姫路。そう、ボラが寄ればこのような魚は離れるはずだ。なんかいっぱい刺しましたね今。いや、オキアミコーンやね。オキアミとコーン2個刺しただけやね。数少ないチャンスを手繰り寄せるのは培ってきたリズム。その時を見据えながら山本は淡々と仕掛けを打ち返していく。しかしちょっとだんだん厳しくなってきたなこれ。オキアミそのままや。もうあっという間に昼になるやんかこれ。ボラが どうなんこれ。結構タルさんでも今回上気になってる感じですね。気になってるというかここのとこ悪くって言うて、うん、言うてるやろ、はい、まずみんな大体底狙ってるから。あ、そこまで見越したタックルセレクトであったのか。中切りでダメならこの海域全体が厳しいということになる。こう当たりがなくなってくると団子のコントロールも変わってきます。そうやな、ちょっとこうしばらく割れんようにはしてんねんけどな。その間でも全然つっつきにもけえへんわ。まあ行かせごぼっこですか。それはもちろん、あの早割れてしまうと餌取りってなるんで、あの特に餌取りが多い時なんか血ぬが入ってくる間がないんで、うん、これもふうと思ってしまうんですけど、やっぱしそのテンポ早めで打ち返すというのは良くないんですか。よしたろっていう気になっちゃうんですけどね。そういう考えの人もおるし、それはいろいろやけど、僕はあかん時に何ぼ歌ってあかんっていう考え方やから、うん、朝一番早々に1枚目をキャッチするもやはり楽ではないのがこの季節。ここからどうなる。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。